去年末で閉園した福岡市の遊園地かしいかえんの動物たちの引っ越しが昨日行われました。だんごちゃん今日引っ越しです。寒いです。先月12月30日で営業を終了した福岡市のかしいかえんで飼われていたウサギ、モルモット、そしてヤギ、昨日午後、飼育の担当スタッフ2人とともに同じ西鉄グループが運営する太宰府遊園地に引っ越ししました。もう太宰府園でもね、漏れなくね、この癒しを伝えたいですね。お客様だけじゃなくって太宰府園のスタッフにも絶対に癒しを与えられると思っております。動物たちは太宰府遊園地で飼育され、しばらく様子を見た後お披露目されるということです。